京都にやってきました。今日はアキさん、ミカさんのためにコレうま探しをしたいんですが、まずはその前に助っ人をお呼びしております。お願いします。神田正輝さんです。今日はね、はい、ルカが普段どういう仕事をしてるかお見つけしに来たの。そうなんですか、うん、だからサポートするから、はい、行こうよ。はい、行きましょう。というわけで神田さんとの京都での美味しいもの探しスタートです。いつもさ、ルカはどういうアンテナを張って食べ物屋さんを考えるの？行列ができているとか。じゃあ自分のアンテナでこっち側か、はい、こっち側か、はい、ルカのアンテナに従うから。わかりました。こっち行きましょう。よし、行こう。なんとなくあるかな。ありますように。多分いらっしゃったら、あのお店屋さんの方とかに聞いてみません？ほら、すぐ人に聞こうとする。それが悪く、自分で探しなさい。自分で探すんですか？いつもあの駅って聞いたり、ね、人の知恵頼るでしょ。いやでも、まあ、やっぱり人に聞くのが一番。全然ガチで飛び込みじゃないじゃない。確かにそうですね。というわけで今回は聞き込みは封印、私の嗅覚で美味しいものを探します。と早速。京都のラーメン美味しいですもんね。京都のラーメン、じゃあこれ聞いてごらん。え、いいんですか？言ってごらん。早速、うん、え、すいません、お願いがあるんですが、飛び込みで撮影ってさせてくれますか？え、喜んで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。自分でありがとうございます。自分のコーナー全然。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。旅サラダという番組なんですけど、はい、神田正輝さんってお気づきでした？気づいてなかった。気づいてなかった。今日は助手でついてきました。神田さんパワーで飛び込んだこちらのお店は、2年前のオープン以来行列が絶えない人気店。人気ナンバーワンのラーメンをいただきます。すいません、お待ちどうさまです。おー、おいしょ。ありがとうございます。燻製した豚のチャーシューの香りが漂う濃厚豚骨ラーメン、早速いただきます。細麺のストレートだ。うん、美味しいです。食べなさい。いきます、うん、すごい分厚い。ドロッと濃厚、豚骨が効いてて美味しい。っていうか、すごい、あのルカらしいコメントと、うん、ルカらしい態度が必要、うん、なるほど。では改めて私らしい食リポに挑戦です。うん、なんか半熟だ。味付けもすごい出汁が効いてて美味しいです。京都でなんかこれだけドロッとした濃厚なラーメンってなかなか出会わないので、私びっくりしました。カレーうま、分からなくなってきました。神田さんの厳しいご指導のもと、続いて私が気になったお店が、ここはね、有名なすき焼き屋さん。あ、そうなんですか。すごく美味しいです。すき焼き美味しそうじゃないですか。僕に聞かないでよ。あなたが決める。じゃあちょっと行ってきますね。見てて。はい。すいません、旅サラダという番組で京都で美味しいものを探してるんですけど、はい、今からいきなり取材とかって可能ですか？少々お待ちいただいてよろしいですか？はい、すいません、旅サラダの取材ご希望なんですが。すいません、急に。交渉の結果は可能な限りは大丈夫ですけども、はい、本当ですか？はい、なんとか いたします。ありがとうございます。はい、取材 OK をいただいたこちらのお店は、京都なら誰もが知るというすき焼きの名店。今年で創業150年、伝統の味をいただきます。失礼いたします。こちらのお肉をご用意いたしました。美味しそう。一枚一枚焼いてくださるんですか？はい、こちらにさせていただきます。このね、食べ方があるんですよ。あ、そうなんですか？
まあ、食べるのはこうやって口で食べるんですけどね。なるほど。料理の仕方が、順番が。使っているお肉は日本全国から厳選したその時一番おいしい和牛。上白糖と醤油ベースの割り下で丁寧に焼き上げたら、卵に絡めていただきます。うわすっごい、お肉大きい。おちょうどいいこのお肉の焼き具合ですし、で脂身も本当に香りがよくって甘みあっておいしい。これはお店によってはもうちょっと上品なバージョンも考えておいた方がいいかも。確かに日本舞踊とかさ。確かにこれうまどうでしょう、うん、そういうのもあった方がいいかもルカは京都っていうとどう思う。京都はもう和食ですよね、日本の伝統的な。京都にあって京都っぽくない時々お世話になってるところあるから、そこ行ってみる。え、京都にあってっぽくないところがあるんですか、うん、ここ僕ね、唯一その食べられる、はい、オレンジピールとかあるんですよ。要するにチョコレート、僕甘いもの食べないじゃないですか、はい、そうですね、あまり。そこのオレンジピールとか好きなんですよ。だからオレンジピールだけ食べさせてあげるから、私オレンジピールだけえメインの、そう、いやいや、それは見るだけ、見るだけ。オレンジピールを2人で食べ行きましょう。いやいや、メインも食べたいですよ。いやいや、無理無理無理。ちょ、でも私のおかげで今日ここに来られたわけですからねその気持ちの強さというわけで、神田さんおすすめのお店と、その道中気になるお店が、これ韓国だよね。そうそうそう、10円パンめちゃくちゃ気になってるんですよ。見つけたのは今月3日にオープンしたばかり、韓国から上陸し若者に大人気の10円パンと、神田さん、神田さんが10円パンを買うところを皆さんものすごく見に来られてます。おお、びっくりしたすごい、甘い生地にモッツァレラチーズを挟んだ10円パン。気になるお店はどうですか。そうなんで500円の、ね、これ人気になるね。チーズにして正解。おいしい。神田さんおすすめのお店は数々の名店が集まるポンと町に。こうなんです。みそぎ川、素敵。中でも一見和風ですよね。そうなん、中も行きましょう。いいですか。わー、失礼します。いらっしゃいませ。こんにちは。どうも、すいません。神田さんお久しぶりで。お久しぶりここはポンと町で有名なフレンチなんですけど、はい、あのオレンジピールだけ食べさせたい。かしこまりました。すぐチョコレートご用意させていただきますので。すぐ食べます、はい、これ。というわけで、今年で創業42年、テルニーが作る旬の食材を使ったフレンチも、それもめちゃくちゃ美味しいんですが、とにかく今日はチョコレートチョコレート、まず。これはね、何ですかこの、高級感。これをちゃびってかじりながらウイスキー飲むのが最高なの。最高ですね。シェフのテルニーさんがプロデュースするオランジェット、バレンタインの時期には即完売してしまうという、そのお味は。おいしい。でも本当においしい。ものすごくオレンジの香りが強くて、ちょっとチョコがビターだから本当に抜群に合いますね。鼻に香りがすごく抜けて、それでいてチョコレートがチョコレートっぽくないのね、うん、そうですね、なんか邪魔しない香り付けくらいの感じで、うん、僕世界中食べるけどここほどに勝てるもんはない。で、神田さん、これで今日終わりですか、ね、もう文句ある？いやいやいや、文句はないんですけれども何かこちらでいただけはありますか。そうですね、それは試食もしたいということですよね。もちろんそうですラグドブフって言うんですけど、それはありますけども、そのぐらいでいいですかね、神田さん。十分いいですか、私の前贅沢すぎるぐらい本当ですね。というわけで、お店で一番人気のラグードブッフをいただきます。ラグードブッフとはこのビーフシチューのこと。トロットロになるまで煮込んだ近江牛、油っぽさをとことんまで取り除いたスープが自慢の一品です。すごい柔らかいわ。うん、おいしい。
とろけます。あっさりしたでも濃厚でまろやかなスープとお野菜の甘みとお肉もほろほろですね。これ向井と美香に喜ぶんじゃないですか。もう絶対喜びますよ。というわけで今回見つけた5つのコレうま商品の中からプレゼントに選んだのは神田さん。オランジェットとラグードブッフ、オレンジピールとビーフシチューです。